俺の名前は田中優斗、現在高校1年生。俺はいわゆる陰キャってカテゴライズされる部類の学生で、部活にも入らず毎日勉強に明け暮れていた。おかげでクラス内での立場はかなり低く、放課後の掃除とかだりーな、こっちとら部活で忙しいってのにや。そうぼやくのは俺と同じく今日の掃除当番の一人である高橋隆二。よく目立ち発言力のある男子で、いわゆる陽キャってやつだ。そうだ田中、お前帰宅部でどうせ暇だろ。俺は忙しいんだ、代わりにやっといてくれよ。ちょっと高橋くん、何押し付けてるのよ。田中くんも困ってるでしょ。げ、白鷺。そんな彼を叱ったのはクラスメートの白鷺セリカだった。白鷺は美人で高嶺の花で、高橋も彼女に気があるらしい。分かったよ、自分でやればいいんだろ。ほら田中、とっとと返せよ。ああ。彼女に見られているとは思わなかったみたいで、高橋は罰が悪そうに俺に押し付けた掃除道具を奪い返す。田中くん大丈夫？ありがとう白鷺さん。ううん、困ったことがあったら言ってね。チュ。白鷺さんとは友達というほどではないけれど、全くの無関係な他人というわけでもない。彼女は成績上位者で、テストの順位表で俺と名前が並ぶことがよくあった。それをきっかけにフランクに声をかけてくれるようになったのだけど、高橋的にはそれが気に入らないらしく、俺への当たりが強い。さっきので余計に目をつけられてたら面倒だな。あ、やべえ、変なところに蹴っちゃった。ぶつかる。危な。うわ、すっげえ、あれに反応してトラップするなんて。これ君の？こんな道端でボール蹴ってたら危ないだろう。ごめんなさい。ったく、気をつけろよ、怪我でもしたらつまんないぞ。ありがとうお兄ちゃん。嘘、たまたま通りがかったらものすごいものを見ちゃった。あれって本当に田中くんだよね。今のボールさばき絶対普通じゃなかった。もしかしてすごい人だったり。ちょっと検索してみようと。田中優斗。それから数日が経った。もうすぐ球技大会だ。種目はサッカー。つーわけでサッカー部所属、未来のエースストライカーであるこの俺高橋隆二がこのクラスを優勝に導いてやるぜ。なんか暑苦しいノリだな。というわけで俺じきじきに出場メンバーを選ばせてもらった。フォワードはもちろんこの俺様な。高橋が出場メンバーを選んでいく。運動神経のいいやつを中心に10人。そしてゴールキーパーはまあ田中でいいだろう。ゴールキーパーだぞ、田中でいいのかよ。陰キャにフィールドうろちょろされても邪魔だろ。それに俺がいるんだ、ゴールキーパーの出番なんてねえよ。田中もそれでいいよな。わかった。田中くんで大丈夫かな、なんか頼りにならなそう。ううん、大丈夫だよきっと。あの日見たあのボールさばき、私知ってるんだから。まさかゴールキーパーにされるとは。でも高橋の言う通り、走り回らされるより良かったかもしれない。高橋はサッカー部所属の威信にかけてかなり張り切っていた。部活のない日はメンバーを集めて特訓もしていたらしい。まあ俺は誘われなかったけれど、いわく陰キャが練習に来ても邪魔だからだそうだ。そんなこんなで結局俺は一度も練習に参加しないまま球技大会の当日を迎えることになった。いよいよ球技大会、目指すは優勝だ。特訓だってしてきたんだし楽勝って言いたいところだが、一人厄介なのがいる。みんな知ってるだろ、桐生春樹は。桐生春樹、同年代なら知らない人はいない天才サッカー選手だ。部活ではなくクラブチームに所属し、1年生ながら司令塔として活躍、代表選手にも選ばれており、将来活躍間違いなしと期待を集めている。あいにく決勝までは当たらない。戦う前にバテないようしっかり体力温存していこうぜ。
こうして球技大会が始まった。高橋はただのビッグマウスではなく、初戦から目覚ましい活躍を見せ、宣言通り他クラスを蹴散らしていった。キャー、高橋くんかっこいい、かっこいい。クラスの女子たちも盛り上がり、高橋に黄色い声援を送っていた。本当に立ってるだけになるとは。龍二を中心とした前線の活躍のおかげで、俺も立っているだけになっていた。観客のほとんどは俺の存在さえも忘れているだろう。よっしゃ、決勝進出だぜ。そうして俺はボールに一度も触れることがないまま、決勝の舞台に立たされることとなった。やっぱり来たな、桐生春樹。俺の相手になるのはお前だけだと思ってたぜ。僕も君たちのチームが上がってくると思ったよ。上等だ、やってやんぜ。そして間もなくホイッスルが鳴り、試合が始まった。よっしゃ、行くぜ。ボールを持ち、意気揚々とドリブルする高橋。その目には桐生しか映っていないのだろう。まっすぐ彼へと突っ込む。勝負だ、桐生。甘いよ。の一瞬だった。ぶつかるかに思えたその瞬間、桐生はあっさりボールを奪っていた。絶句する高橋。そんな彼を一別もせず、桐生は駆け出した。止めろ。こちらチームは懸命に壁になるが、桐生はスイスイと隙間を縫ってフィールドを突き進む。これまで圧倒的だった高橋が簡単に負け、動揺は選手たちだけでなく、応援していたクラスメートたちまで広がっていた。そして誰も止められないまま、桐生がゴール前までやってくる。くそ、ダメだ、田中がキーパーじゃ桐生は止められない。誰もが諦める中、完全フリーの桐生が鋭いシュートを放った。そして次の瞬間、サッカーボールは俺の手に収まっていた。は？今何が起きたんだ？さっきまでの悲嘆が嘘みたいに観客たちが静まり返る中、さすがだね、ゆうと。ピッチ上には桐生の爽やかな笑い声が響き渡った。ったく、お前相手じゃ本気を出さないわけにいかないからな、春樹。ブランクもあるだろうし、今回ばかりは決められると思ったんだけどね。おい、田中のやつ桐生と親しげに話してるぞ。何なんだ、あの二人もしかして知り合いなのか？まるでライバル同士みたいな雰囲気じゃねえか。誰にも明かしていなかったが、俺は中学時代クラブチームに所属し、全国優勝まで行ったことがあるゴールキーパーだ。春樹はライバルチームのエースストライカー。何度も戦い、トレセンで一緒に練習したこともある。俺にとって春樹は怖いストライカーだったし、きっと春樹にとって俺は嫌なキーパーだったはず。そんなあいつが相手だから、たとえサッカーをやめた今でも絶対に手を抜かないと決めていた。それからも試合展開は一方的に進んだ。高橋たちも奮戦していたが、残念ながら春樹にはかなわない。くそー、勝てないからか、それとも陰キャと侮った俺の活躍を見てしまったからか、高橋は打倒春樹に躍起になっているようだった。何度も無駄に突っ込んでいってはボールを奪われてしまう。攻められシュートを打たれる。けれど俺も一歩も引かなかった。何度ボールを取られてもラインを割らせなければゴールにはならない。俺は全てのシュートを止め、一本も後ろには通さなかった。相変わらず嫌になるくらい硬いな。シュートを止められ、しかしどこか嬉しそうな春樹。けどこのままじゃ埒が明かない。試合時間も残り少ない。こうなったら一か八か。試合終了間近、このワンプレーなら。な、あいつ自分でドリブルを。まずい、みんな守れ。俺はキャッチしたボールを足元に落とし、ドリブルをする。今日疲れた春樹をかわし、敵陣に一気に切り込んだ。フィールドプレイヤーとしては春樹の方が上だろう。けれど彼以外が相手なら俺を止められる奴はいない。くそ。俺を追い、あと一歩のところまで追ってきた春樹の声を聞きつつシュートを放った。ゴールを告げるホイッスルの音が鳴り響き、そして試合終了を迎えた。やられたよ、ユート。言ったろ、
お前相手じゃ本気を出さないわけにいかないって。今回は勝てると思ったんだけどな。乾杯だよ。おい田中、お前。ああ高橋、お疲れ。すっげえじゃんかお前。なんだよ、めちゃくちゃサッカーうまいのな。そっか、試合前に桐生が俺たちのチームが来るって思ってたっつったのお前がいるからだったんだな。え、怒ってないのか。あ、なんで怒るんだよ。いや、その実力を隠してたからみたいな。そんなの怒るわけねえだろ。てか悪いのは俺の方だ。散々お前のことバカにしてさ、悪かった。ああ、頭上げろよ、別に気にしてないから。そうか。つうかさ、こんなにうまいのになんで帰宅部なんだ。いつも勉強ばっかしてるしさ。ああ、俺さ中学の時に結構な怪我してな。リハビリはうまくいったけど長時間のプレーは厳しくて。マジか。まあ選手としては厳しいかもしれないけど、代わりに今は医者を目指してるんだ。勉強は大変だけどやりがいがあって楽しいよ。へえ、なんかかっけえな。いや別にそんなんじゃないって。でも言うと今日の試合を見てる限り随分調子戻ってそうだったよね。うん、そうだな。久々にフィールドに立って熱くなってたってのもあるけど。じゃあこれからもさ、たまにでいいから練習に付き合ってよ。君も勉強の息抜きになるだろ。ああ、悪くないな。練習？それ俺も混ぜてくれよ。嫌そうな反応。いいだろ、俺ももっと上手くなりたいんだよ。ごめんごめん、僕はユートがいいなら問題ないよ。俺も別にいいよ。マジか、ありがとな。こうして球技大会は幕を閉じた。今まであったわだかまりもなくなり、俺たちは友達同士になれたんだ。それから約束通り俺たちは時々放課後にサッカーの練習で集まるようになった。メンバーは当然俺、春樹、龍二、そして。みんなお疲れ。タオルとドリンク持ってきたよ。なんで白鷺がいるんだよ。これは俺たち男の特訓なのに。仲間外れ反対。いいじゃない、見てるだけなんだし。それに、はい、ゆうたくん参考書。おお、ありがとう白鷺さん。セリカさんの父親は医者らしく、俺の夢を知った彼女はたびたび参考書を貸してくれるようになった。彼女も医者を目指していて、よく二人で勉強会もやっている。白鷺さんね、私にはセリカって名前があるんだけどな。え、鈍感なのは昔から変わらないな、ゆうと。みんなに笑われなんだか釈然としないけれど、まあ楽しいからいいか。そんなこんなで俺たちは友情を深めながら充実した学生生活を送っていくのだった。